フラフラと上がってレフト前、取ったか、取った。原監督ラストゲームを飾りました。王者タイガースを破りました。岡田コーチと握手をしました。原監督が自らベンチの前で迎えるのではなくて、バウンドの近くまで行って選手を迎えます。そしてダグアウトに残っていた選手も全員が出てきました。今は若大将らしい笑顔に感じますが、この大きな幕がまたレフトスタンドに現れました。中心には愛、そして今ライト側のスタンドから起きているコール、球場全体から起きてるんだ。これ監督呼んでるんでしょうかね、原監督を。原、あまりにも大きすぎてはっきりこう聞き取りづらいんですが、どうやら三塁側のダグアウト方向、原監督に向けて言葉がこうかけられてることは間違いありませんね。はい、そうみたいですね。そして星野監督から原監督に花束が送られます。ここでは立つ、立つと呼びかけているはずです。現役時代のホームランの時の涙とも違う、2年間の監督経て、そして一つの屈辱、悔しさ、その中で先輩からかけられた言葉に涙します。原監督はマイクを持ちました。本当にありがとうございます。思い起こせば、昨年のこの時期、この阪神甲子園球場におきまして宙を舞うことができました。その時のジャイアンツファンの歓声、そして最後まで見守ってくださった、そして祝福を送っていただいた阪神ファンの姿、忘れることはできません。そしてまた本日、私ごときのために、阪神球団のご厚意、そして皆様のおかげをもちまして、このような時間を作っていただきましたことを大変感謝申し上げます。何より尊敬する指揮官星野監督から最後ねぎらいの言葉までいただいて、どう自分の気持ちを説明していいかわからないぐらい感動しております。大変ありがとうございました。タイガースはこれから日本シリーズという大きな舞台が待っております。必ず日本一を勝ち取ってください。願っております。最後になりますが、ファンの皆様、プロ野球はファンの皆様、そして皆様のおかげがあってプロ野球は成り立っております。プロ野球、タイガース、そしてジャイアンツ、これからも温かいご声援よろしくお願いします。
私は夢の続きというものを胸の中にしっかりしまい込んで温め、宝物にして明日からまた生きてまいります。本当にありがとうございました。原監督らしい爽やかな中にも深い深い思い、気持ちがこもった挨拶でした。球場が一つになっています。大きな原コールです。球場全体に挨拶をしてダグアウトに下がります。ただあのユニフォーム姿、このユニフォーム姿、またいつか見せてくれというファンの思いも今の声援の中にはありました。ゲームが終わったのが9時3分、まあ、ですから時間にすれば10分に満たない短い時間のセレモニーでしたけれども、なんかいろんな思いが、いろんな気持ちが、野球を愛する気持ち、同じユニフォームを着合っている者同士のねぎらい、いたわり、いろんなものがありましたね。はい、そんないろんな思いがスタンドとね、グランドと一体になって、その原監督の引退セレモニー、短い時間でしたけどね、できたんじゃないかと思いますし、またそういうふうな、その例えば原監督最後の挨拶されましたけど、そういう状況を作ったのも星野監督であり、またこのスタンドのファンの、野球を愛するファンの方の雰囲気によってそういう形になったような気がしますね。それでは原監督に改めて伺いたいと思います。本当にご苦労様でございました。ありがとうございました。長い長い2003年140試合今終わりました。そうですね、まあ、いや、 やっぱり自分の中では、まあ、辞任会見やった後の数試合というものはやっぱりちょっと、辛かったですけれども、まあ、今140ゲーム終了したという部分においては、安堵の気持ちというものもあります。でまた最後にこういう甲子園球場というね、死力を尽くした、敵チームのですね、グラウンドでですね、こういった形で、時間を設けてもらったということに関してはもう大変感謝しております。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、人間というのは大きな仕事を終えたときに、まあ、喜怒哀楽というような、まあ、感情表現というのはあると思うんですが、今どんな気持ちが一番お強いですか？いや、まあ、やっぱりある種の自分の達成感といいますか、まあ、しかしこれからね、まだまだ僕は若いですし、しっかりとその胸にしまい込んでね、明日からまた歩んでいくというふうに思っております。はい、それにしましても甲子園がまあ最後の舞台となったというのも何かの縁ですよね。まあ、高校野球から始まって、幾多のドラマ、やっぱり自分をこうなんていうんですか、大きくしてくれたという部分においては、やっぱりこの阪神甲子園球場というものが一番影響力のあったところだと思います。まあ、そういう意味では何かこう非常に、不思議な縁といいますか、やっぱり感慨ひとしおでございます。はい、昨年中に待った時の感動とはまた違った、こうグッとくるものがあったんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、本当に、尊敬する星野監督よりね、
本当にねぎらいの言葉をいただいたときには、やっぱ感極まったというのが、もう正直な気持ちです。そして改めて私思いましたが、やっぱりファンあってのプロ野球、改めて僕は確認したような気がします。全くその通りですね。やっぱりもうファンあってのプロ野球と、やっぱり、そのことをやっぱり選手もね、我々現場も改めてその感謝といいといいというものをね、持ちながら、プレーをやる、それは大変大事なことだと思いますね。はい、改めてプロ野球の監督というお仕事は激務でございました。いや、まあ、そうですね、まあ、短い、まあ、期間ではありましたけれどもね、まあ、コーチの時長嶋監督の元3年やったというのもね、非常にいい勉強になったし、まあ、しかし、そうですね、まだ何とも言えませんが、自分の中では、思い切って暴れたというふうに思っております。人生85年90年という時代ですから、まだまだ長い長い人生があると思います。そうですね、しっかりと、まあ、自分の、まあ、夢といいますかね、そういったものを心の中にしまって温めておきます。はい、改めて最後に伺いますが、夢の続きをどうこれから表現なさいますか。いや、もうこれはもうしっかりとやっぱり勉強することも大事だし、まあ、育むという部分を持ってですね、一歩一歩歩んでいきたいと思います。はい、我々に本当に感動ありがとうございます。いろいろお世話になりました。ありがとうございました。本当にどうも、はい、これからも本当に大活躍を、はい、記念申し上げます。はい、頑張ります。ありがとうございました。まだレフト側のスタンドにはファン残って歌い続けます。そうですね、昨年の優勝の時には実はジャイアンツゲームはサヨナラ負けをして、はい、で阪神の勝利ですから六甲おろしも全部やって、それを待っての、原監督の胴上げだったんですけどね。そうなんですよね。でその間だから阪神ファンがそれをこう自分たちの分はやって、さあリーグ優勝おめでとうということで、今度はジャイアンツに時間を渡す、甲子園を渡すという形でね、はい、いい交換があったことをも思い出しましたけどね。ついね、この間のように思うんですけど、今日それがね、この逆にその原監督の最後の采配の試合ということでね、なんかこう非常にその寂しいなという気もしますよね。工藤さん、はい、星野監督ですが、長く試合のことを振り返った後ですね、最後に、原監督にどういう言葉をかけたんですかというふうに聞かれて、若いし近い将来ユニフォームをまた着るんだからくじけるなよと言ったんだそうです。くじけるなよ、でまた勉強せよと、で背中を叩いたそうです。そうですか。それではゲームの方を振り返って VTR ご紹介していきましょう。シリーズへと向かっていきます。今夜はこの辺で失礼していきます。さよなら。